You're listening to Shibuya Cross FM.クレイジーハイテンションなパーソナリティがラッキーラッキークラッキーダンダンダンな時をお送りする。そういえばありがとう平成、略してシブラジ。あなたの夢に近づく一歩を応援するパッショーネ合同会社の提供でお送りします。こんばんは。こんばんは。各週日曜日18時から1時間の生放送、素敵なゲストをお送りして お迎えしてお送りするエンタメ番組です。略してシブラジ。この番組は渋谷シダックスカルチャービレッジ1階にありますサテライトスタジオよりお届けしております。こちらの番組では番組を支援してくださるスポンサーさんも募集しております。ご興味ある方は渋谷で .radio@gmail.com までお問い合わせをお願いいたします。はい、この番組は渋谷クロス FM のホームページより動画配信も行っております。放送内容は2週間後に渋谷クロス FM の YouTube アカウントにアップされますので、そちらもチェックをお願いいたします。今回のパーソナリティは歌って踊れるラッキバケドイムファンタジスタつながりやとクロス矢野桃花と、いや皆さんごきげんよう。最近はよく寝ている謎仮面リュウクとダンス&ボーカリストとして都内中心に活動しております、ゆきやの4名でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さん、はい、最近暑い日が続いてますが、いや、はい、暑い、本当に暑い、はい、夏の重日で何かありますか？ももはですね、家族旅行でシートランドに行ってきました。いいな、楽しかったです。めちゃめちゃ2つとも行ったの？あ、そうです、1日目は、ランドに行って2日目にシートに行きました。泊まりで行ってきたので、羨ましい、とても良い ね楽しかったです。いいね。仮面タンは、僕はあの動物の森で花火を見ました。地味地味外出られないだよ、外出ないからね。そうですよね。全然外出ない、ね、うん、リアは日焼けした。日焼けした、何で日焼けしたんですか？でもどこも行ってないけど日焼けした。あ、普段なんか普通に道歩いてるだけで日焼けしたよ。確かに歩いてるだけでめっちゃ日焼けしますね。紫外線すごいですもんね、はい、私も最近自転車を買ったんで、おどこに行くのでもなくなんとなくサイクリングしてます。めっちゃ暑い。いや暑い、いやこの時期のサイクリング暑いよ。サドル絶対暑い。的になりたいなと思ったけど、あ、季節を間違えたって思いました。間違えてる。そんなこんなで、はい、みんな夏を楽しみづらいそんな世界だけど楽しんで生きていこうね。いえ、そうだね。そうだね。そうだね。はい、頑張ろう。ここで個人コーナーの方に移っていきたいと思います。はい、ゆきやのトレンドリサーチ情報局。イエーイ。はい、このコーナーは今流行っているものやちょっとためになるプチ情報をお届けいたします。こちらのコーナーで紹介するものは世の中で流行っているものからゆきや個人で注目しているものまで様々なのであしからず。ということで本日紹介したいのは D リーグです。 D リーグ、 D リーグっていうのは、はい、まだ皆さん耳なじみないと思うんですけれども、うん、最近発表されまして、こちらは2021年1月に日本初のプロダンスリーグ D リーグが開幕するよという動きが始まりましたということです。これっていうのが結構すごくってね、だって D リーグとかそのリーグっていうのは野球とかさそういうのあったんだけど、ね、うん、ダンスで行われるっていうのがこれはね夢みたいな出来事が今起きてるということなんですけれども、うんうんうん、チームと参加企業がついこの間発表となりまして、ダンス界が動き出すというふうに言われてるんですね。8チームあってね、 ABEX 株式会社、株式会社コーセー、株式会社サイバーエージェント、セガサミーホールディングス株式会社、株式会社セプテーニホールディングス、株式会社フルキャストホールディングス、株式会社ベネフィットワン、株式会社優先ネクストホールディングスっていう8チームちゃんと企業が支えていくよっていう動きなんでして、でここから戦っていくということで、だからダンサーも野球選手みたいに年収何億とかになる可能性が出てきたっていうことなんですよ。すごいね。すごくない？すごいの？すごいくて、で1月10日に開幕されるんですけど、半年間のレギュラーシーズン後にチャンピオンシップも予定されていて、はあ、で D リーグのチーフクリエイティブアドバイザーがなんと EXILE のヒロさんがやってるんですね、これ。へー。そうで就任されているっていう感じで、
ダンスに励む全ての人たちにとって夢のステージにどんどんなっていくのではないかと言われている。ゆきあちゃんも出るの？出ないです。でも友達だぶだらけです。でも出るプロリーガーたちが、D リーガーたちが、はい、すごい。多分皆さんもサイトとか見てもらえば、このダンサー知ってるっていうのがめちゃめちゃあると思います。はい、一番多分有名なのはね、元 e-girls の水野恵里奈さんとかもチームに入ってたりとかするので、そことかかなが一番メジャーかなっていうところですかね。なので皆さんもお気に入りの8チームを見つけてもらって、推しを見つけてもらった方が楽しんでいけるのではないのかなというふうに思うので、続々と情報公開されてますので、よかったらチェックしてみてください。はい、はい、ということで私が紹介したのは D リーグでした。ここで私の楽曲1曲お届けしたいと思います。ゆきあで今だけ。読み取られないように何度も我慢した。この夜が明けたら何か変わるかもなんて都合のいい妄想。心の叫び誰にも届くことはない。願うだけ生まれた感情は消えてく。この手を離せば簡単にもう会えなくなることもちゃんと全部知ってるの。待って、ちょっとあと少しだけでも今だけお届けいたしました。各配信サイトよりダウンロードできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では次は僕のコーナーです。謎仮面リューク厳選、なるほど素晴らしい誰得アニメ言、皆はここに残るアニメ言はあるかということで、このコーナー、謎仮面リュークが数あるアニメの中でこれは実際使えるためになるという名言を紹介していきながら、おすすめのアニメを紹介していくコーナーです。今回紹介していく、今もですね、絶賛放送中のアニメ、ソードアートオンラインから紹介していきたいと思います。簡単にあらすじの方を紹介させていただきますと、西暦2022年に、1000人のユーザーによるベータテストを経て発売された世界初の VRMMORPG ソードアートオンライン SAO ゲーム仮想世界から始まります。しかしゲーム開始時、ゲームマスターにして開発者である茅場明彦がプレイヤーたちの前に現れ、このゲームがデスゲームであることを知らされ、現実世界に戻るためにプレイヤーの一人である少年キリトはこの絶望的な狂気のデスゲームで生き残るべく戦うことを決意し、百層にいる最上階のボスを目指して始まりの街から旅立っていくというファンタジー作品となっております。その中でですね、今回選んだのは第12話ユイの心で、友人を助けてほしいというユリエールの願いを聞くも、信用ができるかどうかわからないかもしれないと心配しているときに、ユイがこの人の言っていることは本心ですという言葉を聞いてからのキリトのこの一言、疑って後悔するよりは信じて後悔しようぜ、行こう、きっとなんとかなるさ。はい、というね。なんだろうこの反応ね。でも結構いい言葉だった。いい言葉だよねこれね、はい、すごい前向きな一言だなと思い紹介をさせていただきました。まあ、疑うより信じることは難しいですからね。とても前向きなセリフだったので選ばせていただきました。はい、このコーナーでは皆が好きなアニメ、どんなアニメでも構わないので心に響いたアニメ言を募集している、紹介したいので僕に教えてくれというわけで、なるほど素晴らしい誰得アニメ言のコーナーでした。はい、それではここで一曲聴いてください。幸せのレクイエム。
気づきすぎてしまった。気づいてはいけないと知りながらも、君の心は暗闇だった。その心はまるで地獄の少女。僕は偽善者、そう言われてもそれでも本当に君を思っていた。悲しみのレクイエム、どうして君は泣かないの。はい、今聴いていただいた幸せのレクイエムは各種音楽サイトにて配信中です。次はモモのモットー、モテちゃうモテテク講座。このコーナーはモモカがおすすめする明日からもっとモテちゃうかもしれないテクニックをご紹介します。今日は食事中の、まあ、マナーというかモテ仕草でございます。食事中にあるのか、そんなものが、はい、あるんだ。ん、3つありましてですね、1つが笑顔で美味しいと口に出して言うこと。これは男性の意見で言うと、美味しそうな表情の女の子は可愛くて大好き、笑顔で頬張る姿に癒されるかららしいです。うーんそう、どう思います？いやでもね、あのね、ちゃん食べる人好きなんだよね結構。あーそうなんですか、うん、普通に食べてくれる人の方が、なんかあのあれなんだよ、なんか抑えてくる人いるじゃん。あーダイエット中だから食べない食べないみたいな、そういう人よりはガツガツ食べてほしい。どちらかっていうと、なんか僕の金さんより食べる人でもいいな。別に全然いい、全然いいですね、はい。なんか当たり前ですが、食事デート回数を重ねるごとに忘れがち、美味しいとかっていう、まあ表現ですかね、うん、そういうのが忘れがちだから、口に出して美味しさを分かち合うことが大切らしいです。共感する、メモっておきます、はいね、お願いします。2が箸の持ち方を綺麗に意識する。ここもね、結構見てる人が多いみたいで、うんうん、育ちがいいんだなと好印象、手元が綺麗に見えるとドキッとするっていうのが、まあ、結構見てる方多いらしくて、お箸を綺麗に持てているというのが、手元が美しく見えるものもそうだし、意外にも多くの男性がチェックしているポイントなので、基本的な作法は正しく覚えておきましょうらしいでございます。はい、はい、で3つ目が冷ます仕草、熱いものをね、いやー、むせちゃん、ちょっといつもさ、1個ぐらいあざといの入れてくるよね。書いてあるんだよね。なんかそのふうふうしてる仕草が女の子っぽくて可愛いとか、はあ、まあだからそれにプラスあざといの入れると、萌え袖とかね、セーターとかで萌え袖でこうやって持つみたいなね、でそれを冷ますのが可愛いみたいな感じ、うん、男の人からしたらいいみたいで、熱いものとかふうふうして冷ます仕草が女性らしさを感じる男性もいるようです。熱いものを食べるときは少し意識してみてはいかがでしょうかっていうことなんですけど、じゃあさ、私がよくやっちゃうのはさ、冷やし中華のにフーフーしちゃうみたいな。やるー冷やし中華をフー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 することありますこうやってやってるから、うん、なんかラーメンかと思って癖でフーフーしちゃうけど、あ、これ冷やし中華だったみたいな。でもそれはなんかあのゆきやさんのキャラで言ったら、はい、あ、可愛いなって私は思います。あ、ありがとうございます、ね、私はめちゃめちゃ思います。ありがとうございます。なんかそれ ネタ的な意味で、そう、ツッコみたくなる。え、それ熱くないよみたいなでも可愛いなって思う天然みたいな感じなんかそれ良くないですか？あ、本当ですか？私はいいと思います。あ、じゃあ張り切ってやっていきたい。あ、やってみてくださいぜひぜひぜひ。あざとい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 ぜひぜひ皆さん、この3つをね、食事はやっぱり基本見てますから、誰でも、はいはい、女の人でも多分同性でも見てたりするので、うん、まあ、日頃から意識をして早速実践をしてみてはいかがでしょうかという提案でございます。じゃあそれではここで一曲聴いてください。ゆきやさんで Feel Yourself。 誰かに褒められたくてやってるわけじゃないのに、人の言葉に激しく感情を揺さぶられて、何かに傷ついて、怖いなって
今聴いていただいた曲はゆきやさんで Feel Yourself でした。レコチョク iTunes でダウンロードできるのでぜひチェックしてください。続きまして私つながりゆのコーナーに入っていきたいと思います。3次元からのダッシュ。ありがとう。さあここは渋谷、しかし秋葉原も渋谷から30分で行けちゃうとても良いところでございます。秋葉原をこよなく愛する私つながりやが秋葉原の良いところをお伝えしていこうというコーナーでございます。今回ピックアップいたしますのは今月8月21日にオープン、秋葉原にオープンしたばっかりのゲームバー東京ビデオゲーマーズさんです。ゲームバー皆さんいやまだ知らないです。うん、私も初めて行ったんですけど、うん、東京ビデオゲーマーズさんは昔懐かしのレトロなゲームがコンセプトのゲームカフェ&バーでございます。うーん、ほんとね、さまざまなゲームメーカーさんのなんかライセンスのもとコラボドリンクとか商品を販売しております。そう、早速先日ねランチの時間帯に遊びに行ってきたんですけども、お店は秋葉原駅から徒歩2分ぐらい近いんですよ。うん、近い。で、シークベースっていうなんかところがあるんですけど、ざっくり説明がざっくり。その中にひときわなんかギラギラした照明みたいな青っぽいギラギラした照明があるんですけど、お昼から輝いてるので目立つ目立ってなんか見つけやすいかなって思います。店内はおしゃれなバーみたいな感じで、なんかバーカウンターがあって、なんかテーブルとかもあるんですけど、なんかお酒のリキュールとかもいっぱいあるので夜にゆっくり遊びに行っても楽しいのかなって思いました。私が行った時のランチメニューはパスタが4種類ぐらいいろんなのがあったんですけど、私は明太子とイカのクリームパスタを頼んだんです。え、私もそれがいい。これがめちゃくちゃ美味しかったんです。なんかそのカフェ&バーみたいなところのパスタってなんかそれなりに美味しいみたいな感じだったりするじゃないですか。なんかここはなんかそれを食べに行ってもなんか損しないみたいな感じで、うん、まかった。いいな。はい。でね、あの感じのゲームなんだけど、まあ、ドリンクとかお料理待ってる間に店内にいくつかアーケードゲームみたいのがあるんですけど、それがフリープレイできます。え、そう、私もやってみたんだけど、なんかやり方が分からない分かる。なんか最近のゲームセンターにあるようなのじゃなくて、なんか昔のゲームセンターにあるみたいな、なんかこんなあ難しいやつだなんかでやってみたけどね、なんかやり方が分かったら楽しいかも。なんだろう、飲んで食べて遊べる素敵空間みたいな。いいですね。はい、素晴らしい。ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。以上、つながり屋の3次元からのダッシュでした。それではここで1曲お聴きください。つながり屋でガッタ。姫ごっこ抜き差しならないファンシーよ。ねえ、kiss me shoulder、 ねえ、取られラブドうんあ、うんあ、デンジャーパッチャーパッチ I'm your girl crazy。 生意気な君の飼い猫の粉チョコバナナちょうだい。いい子にするから、首輪かけていいから、真夏のジャングル連れてって。I'm your kind of crazy。 夏の暑さに体をこねらせて、つながり屋でガッタお聴きいただきました。こちらはレコチョコや iTunes などからダウンロードできます。ぜひ聴いてみてください。ここで、なんかすごいテンションできたね。しぶらじメンバープレゼンツ、ラジオでもちゃんと伝わるのか、どちゃくそおしゃれなモーニングルーティーン今
流行ってるやつでしょ、モーニングルーティン。なんかね、流行ってるっぽいね、YouTube でね。やってるやつね。やってるやつ。本日は YouTube にたくさん動画がアップされてると思うんですけど、はい、モーニングルーティンです、はい。こちらを一人ずつ発表会していただきたいんです。はい。はい、私たちパーソナリティのプライベートな部分を公開していこうという企画でございます、はい、私たち配信とかはやってるかと思うんですけど、はい、YouTuber はいないですよね。そうですね、やってないですね。 YouTuber いないので、うん、ラジオで挑戦していきましょう。伝わらない言葉で伝わる。わかんない。なんかモーニングルーティーンなので、うん、朝の、うん、いつもやること、うん、これやらないとちょっと自分ダメなのよねみたいな、うん、例えばもうあの何野菜を刈りに行ってスムージーにしなきゃダメな人もいるかもわかんないんですけど、なので、まあ、ちょっと気になるので、うん、この企画にしてみました、はい、それでは、はい、トップバッターのももかちゃんからお願いします。おしゃれなルーティンないんですけど。おしゃれじゃなくてもいいんだよ。みんなももかちゃんのことちょっと知りたいだけだから。いいか、うん、朝ですね、起きて、私起きてから二度寝します。はい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 、二度寝から始まり、二度寝もルーティーンなの。そうなんです。もう二度寝はルーティーンです。朝早く起きて、まあ、早くじゃなくても二度寝して、その後でも起きたら携帯いじりますね。携帯いじって SNS チェックですね、うん、あの、まあ、みんなのインスタのアーカイブだったりとか、ツイッターとか、まあ、あとは TikTok 見たりとか YouTube 見たりとかして、あの、まあ、音楽聴きますかね。結構朝からずっと音楽聴いてて、その後気が向いたらご飯食べるとか、まあ、気が向いたら、うん、気が向いたらご朝ご飯食べるというか、もう二度寝してるんでお昼なんですよ。あ、そうだからもうお昼と朝が一緒みたいな。ほう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 。そっからだからなんか歌詞書いたりとか、まあ、いろいろするますけど。出た、アーティストの一面。いや、声の聞きたい、声の聞きたい。でも朝は本当になんか今流行ってる音楽なんだろうなって、 Spotify を入れてるので、そういうので今一番聞かれてる音楽みたいなところを最近聞くようにしてます。それをちょっとルーティンにしようかなって思ってます今。アーティストっぽいですね。ありがとうございます。いいね、アーティストももかのモーニングです。そんな感じです。そんな感じ。はい、終わり。終わりです。終わりましたね。ないんですよ。でも朝なんてこんなもんだよね。そうよね、そうよね、普通ね。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。では次の人。私だ、次の人。ゆきやさんでございます。2番手ゆきやさん。はい、私はまず朝起きる、うん、でこれは絶対にもう何の予定があろうともアラームをかけたくないんですよ。うん、だから絶対にアラームかけないで起きる、うん、起きれるの。はい、起きれるんだ。私起きれるです。なんか知んないけど。お、すごい、すごくないですか。うん、すごい、それはすごい。なんか知んないけど、うん、明日何時だと思って念じて寝ると起きれるんですよ、うん、だからアラームかけないで起きて。もう特技だよねそれ。すごいね、特技マジで、うん。まあ、でもまあどうしてもやばい時は本当にかけますけど、うん、かけちゃうとなんか寝た気がしないんですよ、うん、かけないで寝たい、うん、で、まあ、私も二度寝はします、うん、はい、で、なんか二度寝っていうか起きてるんだけどベッドでゴロゴロしたい。あー、わかるわかる。そう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 。で、ベッドでゴロゴロして、もうそこから SNS 地獄じゃん。あれ見たらこれ、これ見たらそれ、それ見たらで、どんどんもうネットサーフィンが始まって地獄に陥って、で、まあ、テレビつけて電気つけてっていうので一回歩くけど、またベッドでゴロゴロしてっていうのがあって、まあ朝シャワー浴びて、うん、じゃないと寝癖が治らないから、めんどくさいけど絶対に浴びる、うん、で、服着て髪とメイクざっくりやって、カバン決めて、で、またゴロゴロする。ゴロゴロ多いね。好きや。あれ、髪大丈夫なのそれ、ゴロゴロして。そう、でもそんな感じです。基本的にあのゴロゴロしすぎて起きてるのに遅刻するかも。あ、ちゃんと起きたのに。あー、なるほどね。ちょっと気をつけます。はい、はいはい、そんなゆきやちゃんでした。はい、なんか性格出るね、ちょっとね。みんなそうだね。はい、そうね、うん、はい、そんな仮面さんは、そんなリアさん。そう、リアちゃんかな。じゃあリアはですね、はい、あのいろんなパターンがあるんですけど、最近のよくある感じのルーティンですと、最近寝るのが朝なのであの、うん、起きるのが遅いんです。ほうほう。あの午前10時起床。でもあの私もなんですけど、ベッドの上でまずスマホを確認、うんうん、まあ、SNS チェックのメールの LINE 返すみたいな、うんうん、そして、まあ、ここからがなんか私っぽいんですけど、2リットル分のミネラルウォーターをテーブルの上にまず置くんです。
ほーな私1日2リットル絶対お水を飲んでるんですけど、おーすごい健康な、はい、でも2リットルってでかいじゃないですか。そうなので、あの500ミリのペットボトルをあの分かりやすいように4本テーブルの上に置くんです。でそこから歯磨きをして、あと12時ぐらいに朝ごはん食べます。で朝はなんか好きなの食べちゃう、うんうん、でそこから洗濯機回しながらやるべきお仕事とかをちょこちょこ進めて、まあ、お洗濯干してシャワーを浴びて、まあ、ここからしばし私も自由時間なんかネットフリ見たりインスタの可愛い子チェックしたり、うんうん、そうでその日の予定の時間に合わせて着替えとメイク、うん、で支度ができ次第お出かけかお仕事以上です。お普通ね、普通なんだよ。もうモーニングルーティーンなんだけど、いやいやいい12時って言ってなかった？なんか遅めなんだよねお昼だよもう、うん、お昼だ、ね、お水を2リットル飲むのは健康のため？うん、なんかいいって言わない？なんかね、いいって言うよね、あの水は2リットル飲んだ方がいいらしいよ。美容に良いらしいよ、うん、へぇ老廃物が出るんだって。ね、飲めないとなかなかいいんだけど、すごい、うんうん、なるほど。コメンターは？あー、僕ですね、まずですね、目覚ましを起きる30分前にセットをしてます。アラームで1回起きるんですけど、まあ、その後2度寝しまして、40分に起きまして、また3度寝しまして、50分に起き4度寝して、やばっと思って支度したすんですけどその後シャワーだけ浴びて、まあ、目を覚まして歯を磨いて、まあ、そのシャワー浴びてる時に1個だけあのアメンボの歌をね、僕歌ってるんですね。わかります？アメンボの歌って。アメンボ赤いなゆえおって、あ、そう、発生のやつ、そういうことか、うん、それだけやってるぐらいですかね。 あとはもう普通に歯を磨いて出る以上。 ありがとうございましたね、みんなこんな感じだったんだね朝、はい、そうですね、やっぱ同じっちゃ同じだけど、ちょっとずつ違う、ね、ちょっとずつみんな生活が違うね、まあ、ということで、はい、今日は私たちのモーニングルーティン発表してみましたけど、興味なかったらごめんなさい。はい、すいませんでした、はい、ありがとうございました、ね、はい、それではここで一曲お聴きください。つながりはフューチャリング柴丸龍介で進めダンジョン。退屈な毎日に冒険が始まる。クエストクリアを目指して物語の主人公になるんだ。君から流れてる心握りしめて雪に変えて仲間を探して険しい道走ってプライドを屈も恐れず進もう。つながりはフューチャリング柴森祐介で進めダンジョンを聴いていただきました。こちらの曲の方は各種音楽サイトにて配信中です。はい、はい、さてここからですね、こちらゲストの方、毎月、恒例のですねオレムソーさんをお迎えして、移りたいコーナーの方に移りたいと思います。今日はどんなキャストに来ていただいたんでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介を早速ね、自己紹介をお願いします。はい、していただければなと思います。ミクさんから。はい、じゃあ私から、はい、パッションでオリジナル作品の俺がギャルゲー世界のヒロインたちを無双する、略してオレ無双の松尾真式役の朝倉美久です。よろしくお願いします。お願いします。はい、同じくオレ無双の女性美和役をやらせていただきます、日野ひかりです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ひかりさんは初めましてですもんね。初めましてですね。ありがとうございます、本当に来ていただいてお願いします。初めまして。どんなキャラクターやってくれてるんですかね、すごい気になりますね。そうです、みわちゃんここでは初出し、ね、そう、初だからね、そう、はい、いっぱい聞ければなと思います。お願いします。お願いします。はい、それででは、プロフィール紹介、さっきでも、はい、オレ無双のことに対しては簡潔にお話ししていただきましたよね、さっき。
あのギャルゲー世界のやつ、ね、あ、ギャルゲー世界の、はい、あ、でもさ作品紹介をさせていただけたらと。じゃあ、はい、お願いします。簡単にお願いします。はい、この物語はとあるきっかけで主人公松尾陽恵が大好きなギャルゲーの世界に入ってしまい、そこでヒロインたちとハプニングありのドキドキな恋愛を繰り広げる、そんなストーリーになっております。噛んでしまった早速噛んだ、ね、大丈夫そうですね、早速噛んだ、見にくい、はい、こうね、こう面白い。まあでも毎回毎回ね、はい、そう来てもらってるからね、毎月毎月ね、ね、毎月ね来ていただいて、まあ、知ってる方もいれば今日初めての方もいると思いますが、どんなキャラクターなんだろうね、どんなキャラクターなんだろうというところでキャラクター紹介をはいいただければなと思います。はい、分かりました。私は、はい、しぶらじさん出させていただくの何3回目ぐらいかな、なので、うん、はい、なんかに前と似たようなこと言っちゃうんですけど私の演じる松尾真樹ちゃんはですね、はい、主人公の松尾陽恵の妹でございます、はい、です。で、可愛くて元気があって活発な女の子なんですけれども、うん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 、妹だけれどもお兄ちゃんがすごいだらしなくてですねなのでちょっとお兄ちゃんの世話とかしてきた、うん、そういうこともあって、うん、なんかすごくしっかりした子に育ちまして育ちましたで今ですね、親が海外赴任中ということで、うん、あのうちのこと家事全般一人でこなしておりまして、うん、おうちのこととお兄ちゃんのお世話と一人でするすごいこなしてる、えらい子だ、できた子だしっかりした女の子でございます。高校1年生なんですけどね、まだ、うん、そんな特技はお料理の、そんな可愛い女の子でございます。よろしくお願いします。お願いします、はい、なので今日はぜひみわちゃん今日初出しということ で、ちょっとみわちゃん、ね、今日ミシンシンでみんな聞いていただけたらと思います。どんな感じだね、はい、お願いします。お願いします。私が演じる、女性みわちゃんなんですけれども、ようちゃんとましきちゃんの幼馴染役でなんですけど、学校では周りから近寄りがたいって思われてます。で、本が大好きで図書委員をしているおとなしい女の子なんですけど、実はうちに秘めたる思いがあるので、それは本編で本編でお願いします。わー、楽しみ、超楽しみ。どんなキャラクター、ヤンデレなんでしょうかね、はい、どんなキャラクターなんでしょうね、はい、はい、どんな風に攻略されていくかも楽しみです ね、それは本当にね、そう、私たちあの幼馴染っていうことなんですけれども、はい、うんうんうん、なんと今日ちょっとお話ししたいのが、はい、私と日野ひかりさんは今さっき初めて会いましたよね。さっき言いました言いました、今日初めてなんでみたいな感じでみんな初感みたいな、ね、みんなね、そう、みんな初めてだから、そうなんです、たくさん詳しく聞けていただけたらなと、ね、私も思います。はい、お願いします。今日もショートストーリーラジオドラマは、うん、やらせていただくので、それはね、ちょっと楽しみ、それめちゃめちゃ楽しみ、そうね、自己紹介聞きたい、はい、演じるのは、うん、幼馴染、はい、その本人たちは、うんうんうん、今日初めて初めまして、はい、そんなところも楽しんでいただけたらと思います。はい、じゃあ動画紹介、動画紹介いきますか、はい、いきましょう、はい、じゃあね、早速動画紹介したいと思います。はい、どうぞ。あ、私から、オレムソーチャンネル、YouTube のチャンネルに、はじめまして、女性美和です。自己紹介ですよね、緊張しますね。10月22日生まれ、天秤座 AB 型の16歳です。星野学園2年8組図書委員をしています。陽ちゃんとは小学校の時からの幼馴染で、昔はよく妹のましきちゃんと3人でおままごとをして遊んでました。陽ちゃんたちが転校してきた時はびっくりしたけど、すごく嬉しかったかな。また昔みたいに遊びたいけど、今は放課後に図書委員の仕事とかお勉強とかでなかなか会う機会もできなくて少し寂しいです。だから遊びに来てくれた時は楽しくて、つい時間を忘れちゃうんだよね。え、おすすめの本ですか？太宰治のミヨンの妻です。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを無双する、略して俺無双。毎月9日目黒花風にて生朗読劇、そして YouTube にて公開しています。チケット予約は推しの声優さんの Twitter をチェックしてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。女性美和でした。すごい優しい声、すごいねめちゃめちゃいい声してて、本当ですか、嬉しい。ビヨンの妻とか知ってます？全然わかんないです。私もわかんないんですけど全然わかんない、どういう本だだよ、短編なんですけど、読みやすいので私もおすすめの本を入れたい。
入れさせていただきました、あ読んだことある。自身も好きってことですか。はい、自身も好きで、あの太宰治好きで一時期めちゃくちゃ読んでる時があって、じゃあもう文学少女的な、文学少女本人も本人も似てるところが発展最近全然読んでないですけど、ミキさん、じゃあ、はい、この子の、はい、紹介みたいな、ごめんなさい感じのさっきの、あ、この子が、はい、ごめんなさい、僕はどうぞって言っちゃったんで始まっちゃったんですけど、なんか違うと動画の振りを私がやるのかなと思って、ごめんなさい、はい、先にどうぞって言っちゃいました、はいはい、大丈夫です、大丈夫です。日野ひかりさんは、はい、まあ、さっきその自分が読んでる本を出してくれましたが、もっとなんか、うん、はい、この子と似てる、美和ちゃんと似てるとこってあったりするんですか。さっきもキャラクター紹介で言わせていただいたんですけど、うんうんうん、美和ちゃん、なんだっけ、うちに秘めたる思いがあるっていう私も割とおとなしそうに見られてるんですけど、私もちょっとうちに秘めたる思いがいろいろあるのかなって思ってます。どんな思いなの、思ってるよりも変な人です。思ってるよりも変な人それちょっと出してってほしいよね。あ、そうだよね、そう、今後出していけるなら、はい、もう頑張ってもみやちゃんにそういうところを、ファッションって構成強い人多いですよね。多分何かしらあるんだろうな、多分あるんだと思う。それをまあ秘めてるってことは、そのうち出してくれるだろうっていう、そのうち期待します。うん、はい、ね、なんせ今日初めてお会いしたので、初めて。これからきっと剥がれてくっていうことで。じゃあ、そろそろ朗読劇があるみたいなので、それを聞いていきたいなと思います。はい。じゃあ、題名から入っていただいて。はい。オレ無双ラジオドラマショートストーリー、夏と幼馴染とお兄ちゃん。さて今日は、はい、何について話しましょう。にしても、あ、暑いですね。暑すぎだよ今年は。そうね、ある地域では40度いったとか。40度、そんな、外でアイス食べたら溶けちゃうじゃん。そこなんだ。夏と言ったらアイス、かき氷も捨てがたいな。みゆちゃんはかき氷何味が好き？何味って言ってもかき氷って全部同じ味だし。それはもう今さら分かってるけど、夢が、あ、ごめんごめん、そうだな、いちごかな。いいね、いちご。でもレモンも好きだな。ブルーハワイも捨てがたい。マシキちゃん、それって結局全部、いいな、だってどれも好きなんだもん。マシキちゃんってしっかりしてるけど、たまに子供っぽいこと言うよね。子供っぽい？あ、褒め言葉だよ。ほら、ヨウちゃんがあんなんだからよりしっかりしてるというか、あ、ヨウちゃんが別にだらけてるとかそんなんじゃなくて。いや、お兄ちゃんはだらけてるのは事実だから何も思わないよ。でもね、幼馴染のみおちゃんでも知らない家でのお兄ちゃん特集のコーナー、パチ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 、え、急に始まりました。お兄ちゃんはだらけている。そこまで言わなくても。いいえ、お兄ちゃんはだらけています。まず家に帰ってきたらソファーから全く動きません。まあ夏はよくバテちゃうから仕方ないんじゃ。ソファーに座った瞬間、クーラーを瞬時につけ、自分のところだけに風が来るように設定します。しかも私が頼んでおいた洗濯物も取り込まずに。あ、しかも私が前から楽しみにしていたアイスを勝手に食べながら。ごめんよちゃん、擁護できない。こんなお兄ちゃんはだらしない。ああ、お兄ちゃんと結婚する人とか想像できないよ。結婚、ああ、いっそみわちゃんがお兄ちゃんと、え、やだ、結婚だなんて。そうだよね、いくらみおちゃんでも無理だよね。あー、いや、その、でもお兄ちゃんはなぜかモテるんだよね。嘘、モテるっていうか、周りに女の子が集まっちゃうって感じかな。例えばゆきさんとか、あ、たまなさんとか。ゆきさん、たまなさん、誰、私の知らない間に浮気。あー、そっか、みわちゃん別のクラスだから。うん、ようちゃん転校してきたの知らなかったし、あ、ましきちゃんもようちゃんとは学校で偶然会ったし。偶然？
お兄ちゃんのことだから、実は転校初日にミワちゃんのこと見つけてて偶然を装ってなんてそうだったら嬉しいかも。ああ、お兄ちゃんにアイス食べられたこと思い出したら食べたくなっちゃった。じゃあ食べに行く？おすすめのところあるんだ。スペシャルかき氷っていうのも置いてあるの。ああ、行く行く、アイスにスペシャルかき氷両方食べよう。りょうちゃんには内緒ね。すげー。だから今日初対面だと思えないぐらいめちゃめちゃ話せてる。そう、すごくないですか。なんか子供と大人みたいな感じがすごかったよね。マジで。なんか彼女の悩みで、あの悩み高校生なんですけど、彼女の悩み高校生なんですけれど、ちょっと声が大人っぽすぎて、大学生にしか聞こえない。どう頑張っても大学生っぽ。そう、こうなんか年齢落としてるらしい。でもいる、いるよ。今高生でも大学生っぽい人っているし、全然悩まなくていいと思う、そこ。よかった。全然悩まなくて。でもなんかちょっとうちに秘めてるってところがあったのが、みんな思ったよね。浮気みたいな。浮気みたいなところね。それがうちに秘めてるところなのかな。そうかもしれない。もうヨちゃんには出れてる。ちょっとね、なんか見ちゃいけないもの見ちゃったみたいな。ちょっと怖いな。ちょっとやってるかもしれない。浮気も何もまだ付き合ってない。そこすぎて。なんだろう、まだ攻略前なのに。そうだね、妄想進んじゃってる。いや面白かったかもしれない。ちょっとね、ほら静かそうに見えて本当はちょっと怖いかもしれない。そうだよね、そういうなんか静かな人ほど怖いってところありますよね、ちょっとね。あるかもしれない。怒ったら怖いとかあるのかな。なんですかね。ひかりちゃんも怖い。怖いの。いやもう静かに、あの静かに怒ってます。静かに怒ってるんだ。静かに怒ってます。やっぱ秘めてんだな、なんか。やっぱりなんか秘めてんだね。それも怖いな。え、怒ってんのかな、どっちなんだ。怖い。もやもやしながら。マスキちゃんまず気をつけてって。そうだね。そこから。確かに。マスキちゃんには気づいてないかもしれない。そうだよね。そう、気づいてないかもしれない。気づいてないかもしれない。本当はイライラさせてるかもしれない。やばいやばい。そんなことない。全然全然全然。ああ、面白かった。仲良し、お互いで話題前、すごい良かったです、めちゃめちゃ。ありがとうございます。いいね。夏、ギリギリ8月にできて良かったです、ちょっと夏の話。あ、そうだよね、かき氷ね。はい、夏の風物詩。もう終わっちゃうね、8月ね。もう秋だからさ、暑い。本当に、そう、暑くて最終のかき氷でした。で、次に、今あの動画流すんですけど、まあセリフで出てきたたまなちゃんの動画を流していこうと思いますので、ぜひぜひ皆さんよかったら、あらおたまなちゃんの次の動画を見てください。どうぞ。やっほやっほー、たまなちゃんだよ。私のことをもっと知りたいそこの君、これを見ればたまなちゃん攻略はバッチリだ。じゃあ行くよ。私の名前はあらおたまな。たまちゃんとかたまなでも好きに呼んでね。誕生日は9月21日の乙女座。去年の誕生日は家族でバリ島に行ってみんなでお刺身パーティーしたんだ。今年はどこに連れてってくれるかな。は、君からのプレゼントも待ってるぞ。で、血液型は B 型で、 B 型ってマイペースとかって言われるけど、私ってマイペースなのかな。そうそう、空手の黒帯も持ってるんだ。すごいでしょ。運動神経はいい方だから、スポーツは大体できるかな。あー、でも一つ苦手なことがあって、お料理できないんだよね。いつも失敗しちゃうし、なんでなのかな。で、あれ、マジか。嘘、待って。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを無双する、略して俺無双。毎月9日目黒花粉にて生朗読劇、そして YouTube にて公開。チケット予約は推しの声優さんの Twitter をチェック。あ、それとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンションが。たまなとは接点があるけど、まださっき知らないって感じだったんですよね、はい、じゃあこれから接点があるかもしれないということで、まあ来月そうね、出るんですよね、あの浜田かなえさんが出るみたいなの、ぜひぜひ来月も楽しみにしていただければなと思います。じゃあそれではここで本日のゲストのオレムソーさんから告知をお願いいたします。はい、私たちが出演しているオレムソー YouTube チャンネルがあります。先ほど見ていただいた動画
だったり他のキャラクターの動画などありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。で他にの、ごめんなさい、他の出演者さんたちのツイッターからも情報を公開しているので、ぜひそちらもフォローお願いします。はい、そして告知続き、はい、良いですか。はい、はい、どうぞ。はい、今日は実はですね、あの重大発表がありまして。何だ、何の発表、何だ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 、すごいな、裏がすごいあの主人公、私のお兄ちゃん主人公の松尾陽役のあの声優さんが、はい、あの変わりまして、なんと仮面さんが笑うのそこ今一緒に笑われて寄せてる仮面さんが、いやー務まるのかな、務まる、あとあと務まるの頑張ってください。頑張ってください。頑張ってくれ。じゃあ仮面さん、はいはい、何でしょう。すごい変態な役ですけどね。確かに大丈夫ですか。むしろ大歓迎、大歓迎なんだ。え、もしかしてそのまま妖艶。いやいや、もしかして違う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 ってことでしょ。あ、違う、違いますかまあぜひぜひ皆さん、まあ変わるということで、これから仮面さんが、うん、まあ、じゃあ、はい、ゲストに出る可能性もあるってことですね。そうですね、仮面さんそちらの方に。あ、こっちに回るってことかもしれません、ね、兄弟だけど大丈夫そこからもうマジでそこから大丈夫そうですか。大丈夫、兄ちゃん、うん、どうした、うん、どうした待って、それ兄弟の会話じゃないよ絶対他人事のようにどうしたって入るのどうなるんですかそれちょっと頑張って慣れてきますね。まあ慣れてください、ね、これからですね、はい、よろしくお願いします、はい、それではぜひぜひ皆さんね、あのチェックをお願いいたします、はい、皆さん、詳細は当番組のアメーバブログにも載せさせていただきますので、オレムソーさん本日は本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、はい、はい、え、なんか言い残したことないの。私なんかもう一個できたらなと思って。あ、全然全然、え、大丈夫ですか。はい、大丈夫。なんか、いや、社長がいいって言ってて、あの、俺もそうじゃないんですけど、はい、あの、私の、ああ、どうぞ。話になってるんですけ ど、社長がいいって言ってたから、はい、どうぞどうぞあの、私、あの、ソロでもずっとやってたんですけど、あの、最近モフモフフェアリーズっていうグループをやっておりまして、一応リーダーやってるんですけど、はい、一応ですです、あの、先月、7月からかな、はい、あのちょっと活動スタートさせたんですけど、9月にですね、あの1曲目のオリジナル曲のあのレコーディング決まりまして、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。7月、8月とあの入ってくれたメンバーと一緒に練習ずっと頑張ってきましたので、9月に、はい、レコーディング決定しましたので、情報お楽しみですってことで、はい、よろしくお願いします。ファンの方いらっしゃると思いますので、楽しみにしていてください。はい、それが言いたかった。ありがとうございます。楽しみ。はい、では改めまして、はい、オレムソーさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組はリスナーの皆さんからの質問、お悩み、番組への感想、パーソナリティへの応援メッセージなどメールで受け付けております。アドレスは shibuya.radio@gmail.com です。たくさんのメールお待ちしております。略してしぶらじ、次回の放送は9月6日です。パーソナリティはゆきや、謎仮面リュウク、矢野桃香で、ゲストは東京ギザ店さんです。最後にユキアのプリティデビルガールを聞いて お別れしたいと思います。こちら各配信サイトよりお届けしてますので、よかったら聞いてみてください。それではまた次回、バイバイ。